中国では北京五輪が始まりました。そんな時でも中国の動きは、周辺国への嫌がらせは続いています。今回は初の建造空母山東を詳しく見ていきます。003型の建造写真が衛星から撮影されていますし、今年には浸水しそうな勢いで建造しています。ただ問題は性能ですが、電磁式カタパルト搭載との噂もあり、これが本当かは疑問がありますね。 J20 戦闘機を艦載機にするみたいですが、どうかな。中国初の自国建造の空母山東であるが、昨年春の出来事で不穏な動きをしていたというよりも、動いていなかった時のことを深掘りしてみていこうと思う。本件は2021年4月のことであるが、アメリカは航空母艦セオドア・ルーズベルトを中核とする空母打撃群を南シナ海に展開し、中国が勝手に自国の領海だと主張する海域での軍事演習を行う姿勢を見せた。セオドア・ルーズベルトは、米海軍のニミッツ級航空母艦の4番艦で、史上最大級の軍艦として世に知られており、排水量では史上最大の艦級であるが、中でも4番艦は単独で史上最大の軍艦である。この艦名は、第26代アメリカ合衆国大統領として、ご存知のセオドア・ルーズベルトにちなんで命名されている。また、ルーズベルトのコールサイン、ラフライダーは、ルーズベルト大統領が、米西戦争に従軍した際に指揮した第一合衆国義勇騎兵隊の愛称のことである。対する中国の方は、航空母艦、遼寧を中核とする艦隊を、台湾沖での軍事演習に投入するなど、日本側でも、その不穏とも言える動向を、海上自衛隊の艦艇、航空機などを使用して追跡していることが報じられていた。さらに、中国は、国際初となる2019年12月17日に就役した航空母艦、山東も、南シナ海での軍事演習へ投入しており、同海域における中国の、並々ならぬ、強気な姿勢を示すものだとして、周辺国の注意が向けられていたと言われていた。2022年現在においても、中国海軍が就役させている航空母艦は、この、遼寧と、山東の2隻のみとなっており、対外的には、中国海軍の力の象徴的な存在として、アメリカ海軍に負けない空母打撃群の保有を目指したものである。遼寧のベースは、旧ソ連崩壊後に、現在、世界的に話題となっている。ウクライナにおいて未完成のまま放置されていたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦ワギャーグを中国がスクラップ目的で入手したものであり、ロシア側からすれば実質鉄くずとも言えるだろう。当時あくまで軍事目的として使うのではなく、テーマパーク等の商業利用を名目とする口実で、中国は1998年に入手したわけだが、結局のところ、2012年9月25日に航空母艦として就役させ、中国軍初の航空母艦となった経緯を持っている。遼寧は、基準排水量5万3000トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル、全幅78メートルの航空母艦としては、中型の船体に、およそ60機程度の航空機を搭載することが可能と見られていたが、2014年8月28日付の中国紙、上海モーニングポスト紙によると、遼寧の艦載機は実質36機で、内訳は J15 が24機 KA28PL。対戦ヘリコプターが6機、KA31 早期警戒ヘリコプターが4機、Z9C 救難。
ヘリコプターが2機となっていたほかに、Z8 等の搭載が可能と見込まれている。確かに、排水量や全長等の規模的観点から見れば、60機の搭載機数というのは、多い方ではあるが、航空戦力としての打撃力は限定的であり、この艦載機である J15 においては、母艦と同様に、ウクライナを通して入手した、ロシアの SU-33 戦闘機の試作機を用いて、中国軍が航空母艦用に開発した戦闘機と見られており、2013年化。ら運用されているため時代遅れな戦闘機と言っていいだろう。ただし、遼寧自体は、イギリスのクイーン・エリザベスと同様の船首部に、スキージャンプ式の発艦方式を採用した航空母艦であるため、J15 戦闘機の発艦には、燃料、兵装ともに著しい制限が必要となるため、やはり、攻撃力には低評価をつけざるを得ないと考える。3トンにおいては、遼寧を完成させたノウハウと技術を駆使して、中国海軍が自力で完成させた国産第1号の航空母艦となっており、艦載機の発艦方式にスキージャンプ式を採用している点などは、引き続き踏襲されているのには、強い信念を感じていた。この3トンは推定値となってしまうが、基準排水量5万5千トン。満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅 75.5 メートルと、遼寧よりも、さらに大型化が進められており、J15 戦闘機も、1.5 倍ほどの36機の搭載が可能となっているらしい。3トン。の規模感だけに特化して言えば、米海軍の大型の原子力航空母艦を除けば、すでに世界最大の域まで達しており、2019年12月の就役以来、中国海軍の威容を世界中に知らしめる艦艇として、大いに政治的にも活用されている。中国海軍では、3トンに続く国産航空母艦の建造にも、すでに着手しており、003型と呼ばれるこの新型航空母艦からは、ついに従来までこだわっていたスキージャンプ式を撤廃し、電磁式カタパルトを採用するものとみられている。また、003型は、従来の動力源を使用し、8万5000トンの排水量、フルストレートデッキ、3、4個の電磁カタパルトを搭載する予定だと推測されており、毎級と同じく、カタパルト仕様に対応した J15T を艦載機とし、固定翼機早期警戒機や艦載ステルス機、搭載できるようになっている。建造当初は、蒸気カタパルトを使用する計画だったが、電磁式カタパルトは、蒸気カタパルトとほぼ同時に開発され、艦船に乗せる条件も揃っていたため、電磁式の方が先進的であり、効率性、安全性においても、後者より優れている。中国海軍にとって考える必要があることは、電磁式カタパルトの搭載によって引き起こされる船体、キャビン構造、及び、他のサブシステムの変化に適応する計画を変更する必要があるかどうかだけだと言われているが、一方で、電磁式への変更には、軍艦の設計と、レイアウトの大規模な変更が伴い、作業量は船体の再設計に匹敵すると言われている。それに加えて、003型航空母艦の動力源には、米海軍と同じく原子力推進が採用される見込みであるとも報じられており、使用上からは、アメリカの大型原子力航空母艦に比肩し得ると、少々厄介なことになりそうだ。ここで問題となるのは、カタパルト射出に対応した艦載機、特に戦闘機の開発だと指摘されており、長年の運用実績と実戦経験を経てきた米海軍にすぐに対抗する戦力とはなるわけがない。すでにカタパルト射出に対応した
ステルス艦上戦闘機の開発に関しても、中国は同時並行で進めており、空軍の J20 等に続く海軍用のステルス戦闘機の出現も間近とされている。昨年の2021年5月にアメリカ側が公開した情報によると、フィリピン沖の海上で停止してしまった遼寧の姿を目視する米海軍の駆逐艦マスティン艦長の姿が写真に収められており、物議と憶測を醸していた。なぜかというと、2021年4月には、衛星写真によって、山谷の基地から出港した3トンが、丸1日以上、同海域に停泊していたことが指摘されていたからであり、何らかの理由で、両艦ともに作戦行動を進められない状態にあったのだ。このように、遼寧や山東が空母打撃群としての行動が困難な状況にあって、例えば補給艦や随伴艦艇との艦隊行動が遅滞するのではないかと見られる原因ともなっている。